Now this world shall know pain. Naruto, hurry! Naruto! ここより世界に痛みを。神羅転生。一陣の風とともに少年は二度舞い戻る。一つは故郷の危機に無尽の力を持って、一つは決別の過去を超え新たなる希望を持って。懐かしいな。そうだの。全然変わってねえってばよ。
なんか見るもん全部が懐かしいってばよ。ったく、ガキじゃねえんだからそうはしゃぐなっての。別にいいだろ、久しぶりなんだからさ。そういうガキなところは全く変わらんの。ナナ、これからどこに行くんだ。まずはやっぱり一楽に。ああ、え、な、ナルト、ナルトなの。え、ま、もの、もしかしてさくらちゃん。来たのよ、久しぶりじゃない。うわー、ほんと久しぶりだな。へえ、それじゃあ無事に修行は終わったのね。おう、俺ってばバッチリ強くなってっから、どんな任務でもドーンと任せろってばよ。そういう意味不明に自信あるとこ、昔から変わってないのね、あんた。さて、積もる話はまた後でするとしてだ。とりあえず先に綱手んとこに向かうぞ。あいつに挨拶なしじゃ後で何言われるかわからんからの。あのさ、エロセンニー、その前にちょっと里を見て回ったらダメかな。ん？久しぶりだからさ、うずうずして仕方ねえんだ。たく、そんなのは後でだと言いたいところだが、お前にとっちゃこんなにも長く里を離れたことはなかっただろうからの。大丈夫です、ジライア様、ナルトには私もついていきますし、責任持って屋敷まで連れて行きます。おお、帰ってきた早々さくらちゃんとデート。違うっつの。ならばわしは先に屋敷に行っておく。お前たちは適当に里をぶらついてから屋敷に来い。いいな。おっす。序章、ナルト帰郷。それじゃあ適当にその辺回りながら屋敷に向かいましょうか。いや、なんかワクワクするってばよ。
いします。綱手様、ナルトを連れてきました。おお、久しぶりだな。ばあちゃんに静音の姉ちゃん、元気してたか？ナルト君、お久しぶりです。その創造主さ、変わらないな、ナルト。ってわけで、エロ仙人とすげえ修行してさ、かなり力がついたんだぜ。うん。これからの活躍に期待してくれ。自信を持つことはいいことだ。だが期待するのは、お前たちが相応の力をつけているかを試してからだな。どういうこと？ま、お前たちにはこれからとある試験を受けてもらうってことだ。へっ？かかし先生。よう。うはぁ、かかし先生っても全然変わってねえ。お前も、ま、その性格は昔のままだな。あの、かかし先生、試験って何のことなんです？それに、お前たちって。ナルト、そしてサクラ、お前たち二人がこの3年でどれほど力をつけたのか、そしてこれから共に任務を行えるかどうか、これを使ってその見極めをさせてもらう。鈴？ってことは。ああ、お前たちにやってもらうのは3年前にもやったあの鈴取り演習だ。鈴取りか。懐かしいってばよ。あの時は俺から鈴を奪えなかったが、さて今回はどうだろうね。試験は演習場で行う。準備が整ったら来るように。いいな？はい。それじゃ待ってるぞ。ナルト。ああ、俺たちの成長ってやつをカカシ先生にしっかり見せてやろうぜ。この先だよな、演習場。ワクワクしてきた。ねえ、ちょっと待ってよ。どうしたの、さくらちゃん。あのさ、かかし先生に会う前に準備運動しとかない？準備運動？それは別にいいけどさ、何すんの？いろいろ方法はあるけど、手っ取り早いのは、やっぱり実践形式の手合わせね。それって準備運動どころじゃないと思うけど。でもいいぜ、そっちの方が性に合ってる。ただ実践形式だと俺ってば手加減できねえかもよ。上等。あんたの力を見る上でもちょうどいいわ。そんじゃ早速手合わせ開始だ。行
行くぜ、さくらちゃん。戦闘開始。行くぜ。やるじゃない。さくらちゃんもすげえ強くなってんのな。この分なら鈴取りうまくいきそうね。期待してるからね、ナルト。俺もさくらちゃんに期待してるってばよ。任せといて。よし、体は温まったし、そろそろ行こうぜ。私たちの力、加賀先生にしっかり教えてあげましょう。この先でカカシ先生が待ってる。ナルト、準備はもちろんできてるわよね。来たな。
すみません、お待たせしました。準備はできたか、二人とも。はい、よし。ま、ルールは3年前と同じ。この俺から鈴を奪い取るだけ。もちろん俺を倒すつもりで来ないと鈴を奪うことはできないからな。んなの分かってるってばよ。それよりさっさと始めようぜ。旦那。さて、始めますか。うん、はい。俺も少し本気を出さないと。さあ来い。行くわよ。よっしゃ、行くぜ。行くぜ。任せて。どうかしょ。よっしゃ、行くぜ。ラスト。お待たせ。行くぜ。もうた。だ。おんかしょ。行くぜ。やるじゃないの。バトン、高火球の術。ここまでやるとはな。だが次はどうか。さてこれからが本番だ。見せてやろうぜ、さくらちゃん。よし、しまった。すげえな、さくらちゃん。後ろだよ。こっちだ。
貸してみろ。ラスト。成長したな。本当に鈴取られちゃうとはね。ナルトだって。よし。やれやれ、まさかお前たちがここまでやるとはな。正直驚いたよ。にひひひひ、俺ってばカカシ先生追い越しちゃったかもね。なんてんのよ偉そうに。俺の想像を超えるとは、まったく頼もしい奴らだ。なあなあ、カカシ先生から鈴奪ったってことはさ、もちろん合格だ。これからはまた第7班として任務に入ってもらうよ。やったー今後のことは別の日に説明する。今日のところはしっかり体を休めとくように。ボス、それじゃあ俺はこれにてドロン。これからもよろしくね。おう。
さてと、演習も終わったし、これからどうすっかな。やることないなら、私と一緒に師匠のとこ行かない？演習が無事に終わったことを報告しときたいし。そうだな。そんじゃ、屋敷まで行ってみっか。